物流用語辞典。冷蔵物流とは、冷蔵物流とは基準の温度を保ちながら商品を流通させる過程のことです。冷蔵物流には情報、荷役、保管、包装、輸送、流通加工といった段階があります。冷蔵物流の保管温度帯は10度以下になります。10度以下で保管する倉庫はすべて冷蔵倉庫と呼ばれ、冷蔵倉庫の中でも特に低温の温度帯で保管する倉庫を冷凍倉庫と呼びます。冷蔵物流は3つの課題があります。1つ目、品質を保ったまま消費者に配送します。商品の鮮度を保ったまま配送しなければならないため、生産から配送に至るまで徹底した管理が必要です。2つ目、コストがかかります。冷蔵物流を行うには保存倉庫、冷蔵車、保冷箱などを確保するための費用がかかります。3つ目、技術や知識が必要です。徹底した温度管理には保管や輸送に関わる人は技術や知識が必要になります。冷蔵物流の重要性は、商品を生産者から消費者へ届けるまで鮮度と品質維持のために基準の温度を保ちながら流通させなければいけないので、それぞれに合った温度帯で管理することが必要となります。冷蔵物流で扱われる商品には食品以外にも様々なものがあります。野菜や果物、お花、薬、化粧品、精密機器などがあります。長期保存や広域での流通が可能になり、全国に輸送することが厳しかったものまで届けれるようになりました。今回は冷蔵物流について説明させていただきました。ポイントは3つあります。1つ目、冷蔵物流とは商品を生産者から消費者へ届けるまで基準の温度を保ちながら流通させる過程のことを言います。2つ目、鮮度と品質維持のために基準の温度を保ちながらそれぞれに合った温度帯で管理・流通することが必須です。3つ目、冷蔵物流で扱われる商品は食品以外にお花、薬、化粧品、精密機器などがあります。関通では冷凍・冷蔵の代行サービスを行っております。詳しく知りたい方、ぜひ概要欄のリンクにお問い合わせください。もしこの動画が良かった、また見たいと感じた方は、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。物流業務で困っていることや、本日の動画の感想なども、ぜひコメント欄に書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。